ゲーム実況チャンネルとメインチャンネルをこう分けようかなと思ってて、チャンネル2つ作ろうかなと思ってるんですよ。ゲーム実況と、こういう普通のね、生太一のね、動画。まあ、今回のね、まあ、その話をしたいわけではなく、まあ、それは置いといて、皆さん、過去に戻りたいと思ったことありませんか？僕はめちゃくちゃあるんですよ。今僕のこの見てくれ。デブですね。そう、デブなんですよ。ですが、僕昔は、ほんと、痩せてたというか、標準体型だったんですよ。小学校、中学校ずっと野球やってて、まあ、今こんな顔ですけど、全然違うんですよ。だから高校の友達とかは、俺は、やっぱ生まれつきデブっていう風に認識してるんですけど、小中、俺のこと知ってる子は、やっぱ、太ったねって、みんな言うんですね。あ、デブになったねって。まあ、今となってはこのデブキャラがね、定着してはいるんですけども、小学生の時にね、野球してたって言ったんですけど、これが写真があるんですね、写真が。こちらでございます。どうっすか、これ。これ、小学5年生か6年生の時の自分っすね。ビフォーアフター、見て。これ。ビフォーアフター。ビフォーアフター。ね、やばいっしょ、これ顔見てよ。全然痩せてるでしょ、体型も標準でしょ。ね、今こんなさ、20顎とかついちゃったけどさ、そう、これが小学6年生か5年生ね。こっちがね、中学生3年の時かな。ちょっとこっちは若干ちょっとやっぱデブになってきちゃってるね、若干。それがこちらね、これ。これが俺よ、これ。わかるかな？これが俺。そう。ちょっと太ってきてるよね、やっぱ小学生の時に比べちゃうと。そうなのよ。やっぱね、人ってのはね、変わっちゃうものなのよね、時を経っちゃうと。そう。まあもちろんダイエットをしたことはありますよ、何回も。一番長かったダイエットが高校生の時だね。高校2年生の時。とりあえず身近なものからやろうということで、お菓子とジュースを半年以上我慢したんです。で、そしたらびっくり仰天、顔がどんどんこう三角形になってくるんですよ。こうどん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 って。で、顎もだん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 ってなって。で、ほんと、ご飯の量とか変えてないんですよ。まあ、もともとあんまご飯食べないんですよ。俺は間食が多いから、間にお菓子を食べちゃうんですね。まあでも、お菓子を食べないダイエットしたら痩せていったんですけども、とある事件が起きまして、たまたまセブンイレブンにね、のお茶をね、買いに行こうと思って、まあ、入ったんですよね。ウィーンって。そしたら、なんだったっけ、ポテトチップスの、なんか、新発売。味が、新しい味が出てて、なんか、妙にそれに惹かれちゃったのよ。でも、いや、半年以上今食べないようにして我慢するじゃん、ここまで来たじゃんと思ったんだけど、食っちゃったのよ、なぜか。なぜか食っちゃったの。負けちゃった誘惑に、とうとうね。そこからよね、リバウンド。やっぱりやばかったね。その時にね、お菓子食わないだけで、朝昼夜ちゃんと食べて、まあ、学校も毎日行って、ね、運動も全然あんましてなかったけど、5、6キロ痩せたんで、それで、本当に。リバウンドひどかったね。7、8キロ、10キロはいってないかな、多分。7、8キロぐらい痩せたと思う。痩せたんで、太ったんで、7、8キロぐらい太ったんで。別に、なんつうの、こう、痩せようかなっていうのも、今思わないんだよね。もう今20過ぎてさ、僕の周りはね、ほとんど痩せてるやつが多いんですけども、痩せてね、彼女欲しいとか、まあそう思いはしますけども、ダイエットしようっていうふうには今思わないっすね。好きなだけ食って、好きなだけ飲んで、死ぬ時が来たら死ぬ。まあそれぐらいっすかね。ね、結局ね、何が言いたいかというと、過去は過去。今は今でございます。進撃の巨人、貴公子のモノマネ。